皆さんこんにちは、ソナスクライブ林琴です。今回はカッティング時の左手のフラッシングマッフルストロークのコツについて解説します。フラッシングとは弦に触った状態でピッキングし、このようなパーカッシブな音を出す奏法です。フラッシングとは和製英語ですが、英語圏ではマッフルストローク、マッフルノートなどと呼ばれます。こちらは複数の弦、あるいはこういった単音のものとありますが、今回は E7th9th のこのコードで解説していきます。カッティングはコードを押さえた実音と弦を触った状態のブラッシングの音を組み合わせて弾いていきます。この左手のオンオフ、このシャープな切り替えがファンクのリズム表現には欠かせませんが、この鋭さがなかなか出ないという方も多いのではないでしょうか。実音からブラッシングに切り替わるときに、力を完全に抜かず押さえているときと、あまり大差ない力を指に留めておくのがコツです。弦を押さえているときの力を 100% とすると、ブラッシング時の弦に触っている力の状態は 80% くらいのイメージです。少し弦に沈み込んでいる感覚があるといいですね。この力具合により指が常にオンの状態になるので、リズムに合わせた機敏なコントロールが可能になります。もし力をただ抜いてしまうと、 100% と 0% という大きな力の差の間を行き来することになるので、指は俊敏に動けなくなってしまいます。加えて力を抜いた時の反動で指が弦から離れ、ミスト音を鳴らしてしまう可能性もあります。押さえた状態から指の力を緩めるというよりは、弦を触ってこの 80% の力で捉えているという状態から実音の時だけギュッと逃げるようなイメージで弾けると、この感覚が分かりやすいと思います。